私はトレイルランニング大学の講師、ホワイトカル。私は生徒の春日部紬。今日の授業は寝袋とマットについて。テント泊するの？そう、上高地から槍ヶ岳を経由してつば九郎岳に行くの。トレイルランのトレーニングになりそう。紹介するのはティスカのアルファライト 500X。 どんな寝袋なの？夏山に特化した寝袋だよ。0度対応で標高3000メートルでも寒くない。それはいいね。春秋の低山でも使えるし。ここからイスカのアルファライトを見ていくよ。はい。横にしてモサースフェ60サイズに入る。横置きだと収納スペースを確保できるね。実際に寝袋に入るよ。どんな感じ？寝袋は軽いから寝返りしやすい。マットを敷けばぐっすり寝れそう。ただ、チャックが寝袋を噛みやすいのが難点。高額な寝袋だから開閉時は要注意だね。それと収納が難しい。どんな寝袋も簡単じゃないよね。最初に縦半分に折る。さらに半分に折ってから丸めると袋に入るよ。練習あるのみだね。
過去動画で紹介したミレーのサースフェ NX60+ に入れる。2024年3月発売の新しいバッグだね。これにテント、寝袋、マットを入れて重装するよ。アルファライト500が入ったね。次は寝袋に敷くマットを紹介。銀マットとかレジャーシート？エアーマットだよ。どんな特徴があるの？エアーマットは小さくて軽いのが特徴。ザック内に収納できるから木々に引っかかることがないの。その分値段が高いよね。紹介するのはスイートゥーサミットのウルトラライトのマットだよ。枕固定と修理パッチが入ってるの。エアーマットだから助かるね。寝袋を畳んだ時の大変さを思い出す。自動膨張式だけど膨らまない。最初は真空パックの状態だから。どれだけ待っても膨らまないね。電動ポンプを使うしかないね。これがアポンプ。3000円あれば買えるよ。あ、ライトにもなるんだね。テント内のランタンとして使うの。まさに一石二鳥。
機入れるときは音がうるさいので要注意。テント上で夜の操作は控えよう。簡単に膨らんだね。口で膨らますのは無理だった。今度は寝袋を畳むよ。さっきと逆だね。そして収納袋に入らないパターン。慣れるまでが大変。ウルトラライトのマットも畳むよ。やっぱり袋に入らないね。練習すれば袋に入るよ。こんな感じで収納できる。エアーマットならではのコンパクトさ。この紐をサースフェイの下に引っ掛けられるの。それはかなり楽だね。
アルファライトの寝袋はちょっと大きい。現代の技術でもこれが限界だね。電動ポンプもあった方がいいよ。寝袋、マット、ポンプの3つを買わなきゃ。各商品については概要欄にも書いたよ。トレイルランニング大学のブログにも書いてあった。今日の授業はここまで。チャンネル登録してね。